武田信長は、室町時代中期の武将。会における国人領主。海守護、武田信光の次男で、武田信重の弟、武田信元の甥いにあたる。母は、小山田氏の娘か。かには、右馬之助。悪八郎、豊造と称したという。子に、伊豆千代丸、和佐助、清継、某、宮内醤油、里見義金室、月田持女室がいる。 上ズ武田氏の祖に当たる。会では、南北朝時代に守護武田氏による支配が行われて、いたが、欧恵23年に発生した、上杉全州の乱において守護武田の文密が、上杉全州方に加担し、追悼を受けて従属産において廃止すると、会は、無主状態となり、泉氏穴山氏後部氏ら有力国人勢力の台頭を、 マネキ国内は、騒乱状態に陥っていた。上杉全州の乱に際して、信光の弟信元が守護に任じられるが、関東五分国の一つである会は、鎌倉久保、足利持氏の影響下にあり、会の黒人の逸見みゆ家は、会守護着任を施行し、新守護の入国を妨害していた。信長は父の光に従い、全州の乱にも参加しており、乱後には、国内で、 いつみらに対抗したという。前週の乱後の会の国内において、いつみの勢力基盤は、国中の甲府盆地北縁から西里地域に想定されているが、信長は、軍内に勢力を持つ加藤氏と強調し、いつみに対抗していたと考えられている。信長は、鎌倉府から三次に渡り、政党を受けているが、欧二28年には、吉見よかみが派遣され、信長の 反逆を問い詰め、信長の無心を確認すると、鎌倉へ帰還している。また、英二十四年頃には、幕府の意向を受けの部元支援のため品の主語、小笠原氏が改主後代に任じられた後部氏を派遣しており、幕府の承認を得ていない信長、伊豆千代丸政権は、後部氏とも対決傾向にあったと考えられている。欧鋭三十年には、 信長の兄信重が守護に任命され、信重入国に際して、いつ氏、穴山氏らの国人勢力はこれを妨害しているが、信長もこの構想に関わっているものと考えられている。欧恵32年には、上杉房崎が派遣され、翌欧恵33年には、一式持ち家率いる軍勢が会へ派遣されており、信長は、軍内猿橋において防戦するが、 持ちうじ方には、武蔵国の白旗一騎が加担し敗退し、田原においても敗北し、降伏し、鎌倉府へ出布したという。影響5年には、鎌倉を出本市街へ戻り、同年4月29日には、荒川において、非一期を味方に、臨法一騎を味方にした後別氏と戦うが敗退し、駿河へ逃れている。その後、信長は六大将軍、足利義則に仕えて、 有機合戦で武功を挙げ、相模西部に所領を得て、各喫2年頃には、同国の守護に赴任されたとする説がある。吉則が暗殺された後、守護職を上杉氏に奪われたと見られ、一方会の本国でも室町幕府と後部氏の支援によって、兄、信繁が守護として復権していたため、小学坊を、足利重氏に仕えた。交渉2年頃に重氏の命を受けて、 当時、上杉氏が守護を務めていたカズサに兵を進めて、同国を接収して、長六二年頃に、長南城、マリアツ城を築いたと言われる。そして、文明九年頃、カズサにて死去したと言われている。去年は八十前後と言われている。信長の子孫は重氏に仕えて、カズサ国にて勢力を拡大し、戦国時代には、マリアツ氏として、関東において、戦国大名を化する。 ありがとうございます。